ますよ。せいやということで聞いてもらいました。はい、空港の声いいな。いいですね、やっぱり ね、 ね、うん。今日はちょっとね、鼻声バージョンで聞いていただきました。なんかいい感じだった。いつもいいけど。うん、なんか深いな。うん、新しい曲これ。そうですね。前から実はあったんですよ、うん、僕がまだ富山にいる時から作ってたんですけど、うん、なんかこう歌詞が納得いかなくって、うん、お蔵入りになってたんですよ、うん、あ、そうなんですね、でずっと何年も何年もお蔵入りだったのをちょっと書き換えて、うん、去年だかそれぐらいに作ったのかな、うん、前にこの去年かな、12月23日にイベントマンダラでやったんですよ、あの時に確か歌ったんですよ、うんうん、なんか聞き覚えはある、うん、そう、あ、だから歌詞がちょっと違う、私は歌詞が気になるから、うん、なんかちょっと違うなってやったりしてた、そう、少しずつね、ちょっと変わったりもしてるんですけ ど、 その時に大幅に変えたのを、まあ、歌って、うんうんうん、それ以来、クリスマス限定で歌ってたんですけど、はい、まあ、クリスマスの時にしか聞けないのはどうかというお言葉もいただいたので一応広く冬の曲ということで、もうちょっとこう範囲を、今日イベントだしね、そうそうそう、それで、まあ、1月、2月あたりまでやれるかなと思ってますけどね、せっかくのね、せっかくいい曲ですからね、やっぱりね、お披露目したいですよね、ね、そうなんです、あまり言うこういっぱい早く作らないから、すっごいじっくり作るから、そうなんですよ、ね、温めて温めて、うん、もう作ってたことも忘れないで温めて、でも自分の中でまたこの曲を作りたいとか、うん、ふとメロディー、同じメロディーがまた巻いてくるっていうのは、うん、それだけこう必要なメロディーだったり言葉なのかなっていう気もするから、うん、まあ、そういうのをまあ大事にしながら、うん、作ってますけどね、うん、はい、最近はどうですか、ライブ活動いっぱい、11月は結構多くて、うん、5本ぐらいやってたんですけど、うん、まあ、今まで都内がやっぱ多かったんですけど、うん、まあ、千葉でやったり、うん、大宮の埼玉の方でやったり、うん、あとは茨城県の、スターバックスの中で歌ったりとか、いろいろやってましたね、はい、勝手にやっちゃったの？いや、そんなに寂しい人間がね、もうゆるキャラだっちゃう、路上からいきなり今度はお店の中あったんだよ、中入ってて、そういう、そんなに五輪推しするゆるキャラじゃ、まあ、いないふなっしーばゆるいたいたふなっしーの厚木パワー、おおはにさんか、おおはにさん、そうなんです、まあ、いろんな縁があって、やってみませんかってことになって、面白いね、それね、やっぱりね、僕の、ライブをメインに目的に来てくれる人ばっかりじゃないんですよ、うん、やっぱりね、受験勉強してる学生さんとか、仕事、ね、パソコンに向かって仕事してる方とか、すごい、僕の一番目の前の机の方がね、2人してね、パソコンに向かってずっと仕事をし続けていらっしゃいましたよ、ね、だからさ、そこを借りてライブをしたというよりも、うん、みんながいるところで突然やったってことでしょ、まあ、一応告知はあったんですけどね、今日こういうのありますよっていうのはね、それを目的にしてくださった方もいたんですけど、うんうん、まあ、でもそうじゃない人もね、でもね、ありがたいことにね、僕の曲、オリジナル曲で宝物って曲あるんですけど、うん、行きたいところにはどこでも行けるさと、やりたいことは何でもできるさっていう歌あるんですけど、うん、その歌を歌う時に、歌ってる時に受験勉強してる学生がね、行きたいところはどこでも行けるさってすっごい聞いてくれてましたね大学をイメージしてたんでしょうね、きっとね、すごい応援そんなのだったね、すごいリアルな気持ち聞いてくれたんじゃないかなって思いながら歌ってましたけどね、はい、そうなのよ、私ね、ちょうど本当に来年からね、うん、クリスタル音楽番組をやるのね、うん、はい、それでいろいろキャッチコピーとか考えて、本当にさ、みんな歌って必ず人生の中のいろんな時のね、うん、応援歌だったりとか、うん、恋愛失恋、うん、ね、いろんな時にあるじゃない、うん、音楽ってやっぱりいいなと思って、うん、改めてね、そんな番組をやるのもまた嬉しいし、うんうん、じゃあ告知しましょうよ。そうですね、僕いつも弾き語りで、うん、こうやって歌ってるんですけど、うん、実は来年1月、うん、
下北沢で東京に来て初のワンマンライブを決まりました。初なんですよ。あ、そうなんですか。今まで地元の富山とかでワンマンやってたんですけど、うんうんうん、東京でね、東京で、まあ、ワンマン、まあ、ちょっと小さいところで結果的に僕一人しか出ませんでしたって時もあったかもしれないけどワンマンライブと名誉でやるのは実は初めてなんですよ。うん、で、タイトルが歌うたい山崎優子ワンマンライブ、うん、明日のためにその7と、これはちょっと話長くなるのを今なんとか拡大しようと思ってるんですが、僕の人生のバイブルである明日のジョー、気をつけて優子は注意の方ですよ。コーナーの分取りますからね。その明日のジョーのね、そうか、明日のためにね、明日のためにって矢吹ジョーがね、はい、左ジャブ右ストレートと一つ一つ覚えていったように、僕もワンマンライブのたびに明日のためにっていうサブタイトルつけてるんです。これが実は富山から数えて今7回目なんですよ。通算7回目通算7回目で、僕もワンマンライブやるたびに一つ一つ成長していきたいなと、そういう思いを込めて、続けてきたんです。企画説明できたじゃん。やればできるじゃん。ね、意外とね、こう見えてね。アフターセブンなのね。で、まあ、今回はじっくりね、弾き語り、まあ、そんな大きくない会場なんですけど、じっくり弾き語りを聞いて、キャパどのぐらいですか、ここは。そうですね、30人入るともう倍、40人入るともうほぼ酸欠状態。じゃないかな。じゃあ早めにチケットはね、ぜひぜひ、はいはい、僕のホームページから予約できるようになってますので、うんうん、はい、それ1月25日土曜日、待って、その前に12月31日にあるよ。あ、そうなんですね、カウントダウンライブもやります、うん、赤坂グラフィティで僕よく出てるところなんですけど、うん、そこで、出演して去年も出たんですけど、うん、今年もカウントダウンをやり、うん、で、1月は25日土曜日に下北沢のバー CCO っていう場所で、ワンマンライブをやります。7時開演、じゃなくて7時開場の8時スタートですよね、はい、うん、そんな感じです。惜しいね、大若でしょ。大若はいらかね。映るね、映りますか、ね、うん、映りましょう。これね、だからゆうこくんのライブ行くとね、うん、止まらなくなってね、うん、歌えよって、歌うたいだろっていう時もそうなんですよ、まだ喋ってる。なんかこう、スイッチが入っちゃうとね、なんか止まらなくなる時あるんですよ。なるべく意識してね、さっきみたいに短く喋ったり、喋りすぎずに歌をね、聴いて歌で表現する歌うたいですから ね、 ですよね。おしゃべりって書いておきます。山崎優子ワンマントークライブ。トークとかそのおしゃれです。おしゃべり。おしゃべり。あ、なるほどね。ゲスト落としてない。結構忙しいから。いや、でもね、それもひっくるめて、歌も、まあ、しゃべりも僕ですからね。うん、まあ、僕の今の、ね。その、ね、良さでね。やっぱりね、人間性がやっぱり、で、どうしても出ちゃいますからね、一人でやってることとか。本当に一家に一台、山崎優子。贅沢です。いてしい。帰ったらいてほしい。あ、なんかその気持ちは分かります。ただいまーって。今日来なかったのとかで、大丈夫、ね、大丈夫。全部聞きますよ。全部うなずきます。新聞屋さんの話も聞いたって言ってましたもん。新聞屋さんの話何でしたっけ。あ、新聞屋さんね、僕が大学で一人暮らししてた時にね、新聞屋さんをどうして売ったんだよ。でもね、断りきれなくて、あ、そうですか、そうですかって、僕の家にね、3つぐらい僕で失脚新聞取り、アタックがもうだんだん朝になってましたね。それぐらいなのに聞いてくれる。本当にもうずっと洗剤には困りませんでした。うん、そんな感じでした。そうか、うん、じゃあぜひ皆さんワンマンライブに31日、うん、今年最後に、そうですね、喋り倒すらしいので、違う違う違う、いやいや、歌いますよ ね、 歌いますよね、はい、新年を迎え、その勢いでワンマンライブを、はい、迎えて、皆さんにもぜひ来ていただきたいなと、はい、思ってます。私、うち30日までなんだ、ラジオ。あ、そうなんですか、うん、じゃあ、ぜひ。いけるかな、行きたいね、まあ、ね、
ね、特にワンマンライブの方は、そうだね、ね、うん、来ていただけたらなと思ってます。またみんなで宣伝しましょうよ。え、ぜひぜひ、ね、はい、うん、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。最後一曲聴ける？大丈夫ですか？何の曲を？じゃあ、ヌードって曲を聴いてもらってるかな。ね、はい。じゃあ聴きながら、はい、お話しましょうかね。はい、山崎優子くん。今日、今年もありがとうございました。こちらこそ、またよろしくお願いします。来年はちょっとマンスリーでね。はい、またそうですね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ほら、ちゃんとかけられないじゃん。ごめん、俺振っちゃったから。あ、面白い。あ、面白い。あ、面白かった。はい、よかった。はい、よかった。ゆうこくん、こっち来た。じゃあ、移りましょうか。